さあ、有吉弘行、サンデーナイトドリーマーでございます。11月15日生放送でございますけれどもね。今日は、あれなんですよ、安田がね、安田さんですか。なんか、スケジュールの都合で休みだっつんだよ。そうなんですよね。生意気やなっていう。生意気とか、忙しい方だと言われる。忙しい方のわけないだろ。ないですね、それは確かに。あんなもん。それ申し訳ない、そうです。いやだから頭の手術のこともあるからさ、体調でも悪くなったのかなと思ったんだけどさ、はい、スケジュールの都合だって言いやがりだよね。たまにやっぱそういうのも入るんですね。何してんだよ。それで来たのはやっぱスーパースター。スーパースターじゃないですけど、すみません、菊田健太。菊田健太、アルコンドビーサーが変なです。お願いします。チーン。よろしくお願いします。すみません、急遽ですけど。急遽ね、よく来れたね、はい。いやいやいや。忙しいのに。全然忙しくないです。全然。それでさっきは、俺、あれだったんだよ、来週放送分の、ジモンさんのやつ撮っててさ、はい、それもだから安田休みなんだよ。今日休みってことは、それも休みでさ。安田さん休みなんだ。そうなんだ。今日重要な日だったわけですね、だから。結構重要だ。俺なんてさ、あんま話したくないんだから、ジモンさんと。安田がいりゃさ、安田ほら、ジモンさんにもまだ近いからさ。はいはいはい。ジモンさんと安田が話してりゃ、俺それ聞いてりゃいいやと思ったんだけどさ、安田いねえからさ、大変だよ。もうさ、マネージャー、うちのマネージャーさんもさ、ちょっと俺に気遣ってくれてさ、ジモンさんとあんまり長くいるの嫌だろうからさ、もう本番始まる10分前でいいですよって入り時間教えてんのにさ、あのおじさん30分前から入っちゃってさ、もうめんの、ずーっといるんだよ、なんか、ちゃんかこっちチラ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 見ながら。なんか。喋りたいですよ、やっぱ有吉さんと。やっぱなかなかないですよ、ジモンさん。EX 大使を読み込むことで無視してたけどね。まあ、本番で喋れないいけないのにさ、お前本番前ジモンさんと話すことなんてないじゃん、だって。嫌じゃん普通。いや、飯とかあるじゃないですか、なんか、いろいろ。嫌だろ、お前だって。俺はちょっとあんま好き、苦手なタイプかもしれないですけど、あんま喋ったことないですよ、僕。だってさ、お前絶対嫌だよ。だって今日、今から来る深川もさ、はい、深川さんいてさ、はい、お前だって嫌な顔してたもん。だって深川に話しかけられた時。全然嫌な顔してないですよ、俺。嫌な顔してた。お前どっか逃げてったじゃないか、お前。深川がいるからっつって。いや、何喋っていいか分かんないっすよ。そうだよ。だから俺もそうだ。俺とジモンさんの感じと一緒だろ。いやいや。嫌だなって思っただろ。ジモンさんに対して。いや、めんどくささは一緒で、ジモンも深川も。生と銅のめんどくささだから。銅のジモン、生の深川だから。どっちもめんどくさくて喋りたくない対象であることは確実だよ。なんちゅうこと言うんですか。これから来るんですよ。だから今日はだから大変だったよね。もう疲れてんだよ俺は。そうですよね。だからジモンさんと話したから疲れちゃったよ。いやいや、でも日本で一番疲れるよ。ジモンさん。いや、めっちゃ怒ってんじゃないか。盛り上がったって聞いてますよ。盛り上がったっていうか。来週分。まあまあ、話は聞いた。話は聞いたって感じ。話は聞いたって感じ。話をしたって感じじゃないね。話は聞いてやったって感じだな。会話をしたって気はない。Release all that stress with our variety program. さあ、こんばんは。オータブルの真珠、広島が生んだ怪談師、軍人ロックスター、有吉弘行でございます。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、サンデーナイトドリーマー、安田が休みです。こちらアシスタント、はい、アルコンドピース酒井健太です。どうぞよろしくお願いします。お願いいたします。はい、さあ、この後すぐね、スペシャルゲスト深川亮さん登場いたします。生放送でございます。深川亮さんにメッセージを送ってください。聞きたいこと、深川さんに話したいこと、苦情ね、いろいろ告発、何でも OK でございます。はい、有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください。ネットで有吉 JFN と検索すれば大体一番上に出てきます。うん、はい、なんか、うん、しかし本当思うけど、この番組ゲスト来るっつったらめんどくさい人しか来ないね。しかし本当そう、まあ、ジモン、はい、ジモンさんも深川、そっか、深川さんも、そうか、ろくなやついないよ。たまにはなんか可愛いさ、あ、もう FM ラジオなんだからさ、はいはいはい、歌手のさ、はい、
フレッシュな歌手の人が来てくれてもいいじゃない、うん、お前なんてラジオやってるけどなんかフレッシュな人たち来るだろう。フレッシュな人めちゃくちゃ来ます。バンドの方とかアイドルの方とか宣伝とかね、告知とかで、はい、めっちゃ来ます。俺なんてお前深川のエッセイの告知しかないじゃん本当に。女来たって言ったらもうあれ若月ぐらいだよ本当に。めんどくさいやつしかいないじゃんだって。確かにそうそうですね。なんか癖物多いしね。一癖、うん、癖っていうかもう腐ってる連中しか来ないっていうね。入っちゃうよ。もう熟成した匂いしかしてないスタジオが本当に。フレッシュなレモンみたいな人来ないかね。しかしフレッシュがオレンジとかリンゴパイナップルそんな目二十とかさ。あいや来た私たち二十ですみたいな。うわあ嬉しいねありがとう来てくれたのなんつってさ言いたいな。なんだよおいジモンさんだ。ジモンさんだ。熟成肉みたいな熟成してて味もまずいの。熟成してる、ね、匂いも臭いし味もまずい。匂いが増すはずですからエイジングかけたら。臭いですね。最悪だよ。もう納豆が腐ったみたいなね。さらに腐っちゃったみたいな。最悪です。最悪です。深川亮さんこの後すぐ登場です。さあ東京半蔵門 JFN スタジオから生放送有吉弘行サンデーナイトドリーマーです。はい、今夜のアシスタントはアルコ&ピース酒井健太です。さあそれでは酒井さん紹介を。はい、深川亮さん、1974年8月19日生まれ。有吉さんと同い年。同じにしてほしくないけどね。横浜市出身でございます。シュールな笑いを日本に定着させた喜劇王。シュールっていうのは滑ってること。進めて大丈夫。司会、俳優、エッセイ、そしてなんてやってねえロケットマン名義で、負けないで、負けないで。DJ としても活動しております。うん、ミスター MX。 ミスター MX だってよ。テレビオファーがない限り MX だけに出演。うん、断ってるから、ね、独身を貫き芸能界はもちろんプライベートでも友達は作らないのがモットー。嫌われてるからね。ギャランティーに関しては非常に厳しい顔を見せることが。仕事だけ直してくれ。仕事ねえのにギャラに厳しいって。そこだけ直してくれ。最低の芸人。そこだけ固定なんだいつも。深川亮さんでございます。どうも、ラジオ界のアンコウこと、深川亮です。よろしくお願いします。何それ。いやいやいや、わかるでしょ。言わずもが捨てるところがないです。全部食べられますですよ。よろしくお願いします。なんか悪いね。ね、なんか前夜祭みたいな感じになっちゃって。何の前夜祭だよ。いやまたまた何何だ。いやだからこれこれほら何これこれ、うん、ねえ、うん、もうこれがさもう発売間近でさ、うん、ねえそうだよ、ね、もうなんかお祝いされるっていうのなんかね、うん、この番組でよかったよ本当に。この前さ、うん、大木が25周年でさ、うんうん、行ってくれたみたいだね。ビビる大木ジャンボリーっていうイベント行ってきてさ、なんか最近多いなこういうなんかお前ら鍋プロの売れてない奴らの面倒見んのが大変だな。なんかリプランシアター思い出してよ。お互い渡辺ライブを太田プロライブ行き来してたじゃない。してた ね, ね, そ, ねそんな時期ねそういう絆があるんだから、ね、もう25年も経つんだからさ、ね、25年26年だよ深川のちょっと先輩で、みんなでさウェンディーズ行ったんだから。行った行った行ったな、ね、そろそろ大木と仲良くしろよお前。本当に確信つく今日2人で仕事しろよお前ら。何があったのか知らないけど、いやいい距離感だから。いい距離感お互いね。うん、お互い人見知りだからね。いい刺激になるんだ。そうなの、うん、そうそうそう。ナベプロの飛車角といえば大木と深川だぞ。うわ、うん、まあまあね、おのずとね、そうなりますよ。そういうことだろう。頼むよ、本当に。あとは、あれは大丈夫なのか、お前、めぐみさんに生放送で怒られてた件は、もういやいや気持ち、いや、あれね、切り替えたのか。あれね、ずいぶん怒られてたけど。あれは人によってそう見えるかもしれないけど、うん、もう全然ね。待ってちょっとこの話やめよう。
怒られたわけじゃないから、全て私が諭されたのか、そうそうそう、うん、そうそうそう、CM 中かなっていうね、なんか願いもあったんだけど、言ってたね、電波言ってたね、なんだっけ、うん、全国言ってたね、あれなんかあれだよ、何文句言ったんだっけ、テレビでこんなことやってんじゃないみたいなことだよな、掘り下げるね、あなたね、そんなこと言うわけない、ちょっとね、あのリモートだったから、回線の都合もあって、なんか言葉がね、なんかおかしくなっちゃったの。リモート出演だったから、そうそれでこうなんか誤解がずれちゃったのね。うん。ああ、そういうこと。うんうん、叱られたわけじゃないからさ。叱られたわけじゃないのね。うんうん、じゃあいい。うん、ちょっとあのなんか震えてるじゃないか。そうなんですよ。いやいや、それこそね、もう26年前からお世話になってるんだから、はい、仮に叱られたとしても、それは単なる叱られと違いますから。そうか。ね。ただめぐみさんの話もこれ以上。うん、ここでね終了ね、うん。ここまでだったけど。メール来てんの、ほら、ありがたいね。ラジオネーム田中誠志郎、うん、同じ事務所で同期で5時に夢中も休みでスケジュールも空いてたのにビビる大木ジャンボリーに呼ばれなかったらなぜですか。大木さんと何か確執でもあるんですか。ほら、ね、気になるだろそれみんな。いやだからそこの緊張感っていうのはやっぱりある程度保っていたいなっていうのはあるわけよ、うんうんうん、だから変にそのなーなーになるのが一番その何笑いを、うん、この生まない、うん、あの環境になるから、うんうん、だって今日だって始まる前さ、うん、俺と有吉の距離感見たでしょ。いやすごかったですよ。お互いでも背中で何かこうやってたでしょ。なんとも言えない距離感でした、ね、相談なんだけど7時55分入りにしてもらえないかな。時間指定通り来るとさ30分結構大変なんだよ。そうだよそうだよ、うん、それでいいよ。だからいや、あのうちのスタッフもあの、うん、山川っていう女性スタッフも、うんうん、お前のことが本当大嫌いだからあの1秒でもあのこのスタジオに遅く入ってほしいんだよ。同じ空気吸いたくないと思ってる。大丈夫なんじゃないの。大丈夫じゃない、本当に嫌いだよ。ヘドが出るっつってたよ。お前がさ、だって元々の原因って本当10年前ぐらいのさ、うん、ちょっとした後コメント撮りの、うん、ほんの数分の出来事よ、うん、ほんの数分の出来事で10年の憎しみ持てるって、ね、すごいよ。そういうもんだよ、何でも。そうだ、戦争だって最初は些細なきっかけがそういうもんだろ。そっか、だからそうだよ。あの数分の出来事で10年間お前のことが嫌いすぎてジュボンさんのことがまだマシだっつってたよ、相対的に。おかしいな。よっぽどだったんだな。よっぽどだった。登録欲しいわその時も。俺の言動の。そうですか。いやでもね、嬉しい本当に。そう。なんだかんだこうしてね、祝福してもらえて。うん、しょうがないんだよ、うん。マネージャーさんがどうしても福川が本出すんで読んでやってくださいって言うんだから、こっちも無限にはできないだろ、うん、別に。いやだからまあこれまでのね、別に本の話したいわけじゃないのよ、うん。まあでもせっかくだから、うん、私も26年やってるわけで、うん、まあ。ね、同期で昔一緒にキムチ鍋食べたね、うん、中ですから食べたんですか。旅立つ前にね、食べてね、旅立つ前に一緒にキムチ鍋食べた中ですから、旅の前ですか、ね、だからそういう意味を込めて、うんうん、まあ、これまでを、まあ、仕事のね、うん、私の奇跡っていうと大げさですけど、うん、お前実働3年ぐらいだろ。あ、仕事やってるけど2年半って言われてるよね。、うん、この前マネージャーが計算したら、そんなことないっすよ、うん、今の有吉ペースでやると2年半に圧縮できるって。いいんだよ、その方がいいんだって。分散、うん、あの隙間欲しいタイプだから。まあね、隙間欲しいな、うん、隙間多すぎるけどな、そうそうそう、本当に歯だったら笑われてるぞお前。隙間欲しい。このアクリル板もうちょっと分厚いのにしてみる。声聞こえないように。口の動きだけで感じるから。、うん、あんまり 理屈で捉えたくないから。どうしてんのよ、うん、それこそ、うん、それこそ隙間が欲しいタイプの人間なのに、うん、コロナでまた暇だろうなって随分。いやでもね、やっぱりそういう時に、うん、このペンをね、ペンを走らす時間になったなと、神から授かった時間だなと思って。いや今お茶飲む時間だよ、今お茶飲む時間じゃないか、ついになら言ってくれよ。あのこっちあの戻すの早いから、あなた質問してのお茶飲もうとするけど、私クイックリターンだよ、すぐブロック。お茶飲む間ないから。いやそうなのよ、だからその2月3月4月とか、うん、そのステイホーム中にバーッと、また半地下で書いてんのか。ね、半地下で暮らしてんだよ。作る時、曲は半地下で暮らしてる。文章はね、2階。なんでね、分けてんのそれ。分けてる。気分が違う。光の入る角度によって生まれるものが違うから。うるせんだよ。聞くって。聞いたからね、一応答えたんだけど、違う。半地下だろうなって、どうせ。いや、半地下なんだけど、その光の入る加減。引っ越さないね、全然。引っ越してはいるよ。いるの、うん、でもいつも半地下ない。
半地下好きなんだな。半地下ありきで探してます。なんでですか。なんで曲があれ楽器使うからか。そうそうそう、 そうそう、一応周りのね。そう、ただ半地下に置いてるピアノを弾いてると、あの窓閉めろっていうね、苦情のメモがね。苦情のメモが回覧板のようにね、ポストに入りますけども。そう、怖いね、そういうのね。いや、もう、何にも、まあ、でも、どうせ、そうだもんな、うん。どうせ普段誰とも付き合いないし、誰かと飯行くこともないし、うん、誰かに好かれることもないし、ね、誰かから楽しいって、うん、止める言われることもない。止めるボタンどこにあるっけ。いや、だから、このね、ステイホームも若干助かった。そうだよね。私のそういうなんか孤立感が薄まった。薄まって、みんな一緒だというふうになったね。そうそうそう。うん。あれ非常に助かりました。よかったと思う。うん、それでなんだろう、これエッセイさ、うん、なんか随分、うん、生意気なタイトルだね。いや、これね、まあ一応なんていうのかな、まあ本当は別のタイトルあったんだけど、うん、まあそれよりも、まあ、こっちの方が、うん、私に関心のない人も書店で目にした時に手に取りやすいんじゃないかって、うん、一応そういうような、まあ、出版社側の、うんうんうん、意向ではあったんだけどね。うん、世の中と足並みが揃わない、はい、そりゃそうだろう、しっかり歩かないんだから。しっかり歩けよ、もうちょっと。じゃあ歩き方を教えてもらっていい。いや、本気で、ね、歩き方分かんなくなった時に、あれ俺どうやって歩くんだっけっていう。なんだよ、一番難しい、歩くとか、うん、あの何、呼吸とかが一番難しいよね、やっぱり人って。あ、そう、うん、だ全然呼吸をしっかり、浅い呼吸とかだよ、結構みんな意外と。どういうこと？いや、意外と呼吸って、うん、あの無意識にやってるじゃん、はい、だけど、浅いからあんまりちゃんとした呼吸になってないのよ、うん、でもっとこう深く鼻で吸ってっていうさ、うん、それを無意識やるのが一番いいのよ。へえ、ってこと？深い、うん、でもそれ今意識しちゃってるから、うん、無意識で、だ意識がやっぱ良くないのよ。やっぱ始めたのかな、宗教は。ね、そんな感じします。ついにかさ、ね、宗教始めてないけど、今までやってないのが不思議だもんな。ツボは溜まっててるよ。よくないよ、ツボ、うん、溜まってくださいって。ダメなの、気をつけて。綺麗なツボだよ。ツボじゃないですよ。エッセイなの、何これ。いや、まあエッセイというか、私と世の中との隔たりに流れる川にそっと流した笹舟です、この本は。流したしょんべんじゃなくて笹舟、笹舟です。しょんべんって聞こえました。しょんべんって聞こえたのは、これアクリル板取っ払った方がいいな。たとえ叱られても。なんかさ、寂しいこと言ってんね、うん、なんかどこにも馴染めない、何にも染まれないだってよ。うん、まあだからここもさ、ちょっと一悶着あったわけよ。うん、そうだね。うん。うん。このさ。だってこれなんか、それで悩んでるみたいな感じするじゃない。そうなんだから、ね、悩んでないじゃない。だってそう生きるって決めたんだから、勝手に。そうだって。自分で勝手に。俺に喋らせろ。俺に説明させてくれよ、まず。いつもさ、ものすごいなんかこう圧縮されるのよ。圧縮って言うのよ。先にあの布団のあのみたいにさ、キューってさ、戻りにさ、すごい時間かかるんだよ。ふわふわするまで。いや、だからそうなの。だまさしくそういうことでさ、おうおう、うん、だから馴染めないでもなく、私はこの足並みが揃ってないことを悲しんでるわけでもない。そうだろ、まして楽観してるわけでもなく、本当にその世の中との隔たりをただ眺めているだけなんですよ。うん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 、だからなんなら、もう揃うことを恐れているぐらいじゃない。うん、我々はさ。ね、本当、ねね、に揃ったら我々さ、やっぱりちょっとおしまいみたいなところあるじゃない、はいはい、そう。だから、まあ、引っかかりもあったんだけど、だからこの最後にね、まあちょっと言っちゃうと、うん、言ってるんですよ。正直このタイトル気に入ってないって。ああ、そうなの。そこ反抗してんの。そう、まあ反抗っていうか、編集者の人がと合わなかったのか、最初、最後の最後まで。ベートーベンもね、有名なソナタある。ベートーベンの話やめてくれ、お前ベートーベン、ベートーベン、ね、ベートーベンでも何でもないんだ。凡人なんだから。させてよ、天才の話だよ。さあ、合わないんだな、だから編集者とな、意見がな。で、作る過程ではね。うん、だって、それは、ほんと揉めるよな、なんかな。なんか、うん、素直に入ってやることってないよな。一言言いたいんだな。なんか言いたいんだよな、別にな。
こだわりがやっぱ言いたいだけなのよ、なんかその自分の存在証明っていうかさ、これあのどうします、トイレでおしょんべんしますって、しょんべんっていうかさ、うーんって言いたいな、しょんべんだろ、そんなのしょんべんトイレでするのは、そうなんか言いたいだけなんだよ、やからだよ、ただの、うん、後半静かなやから、もう後半で反論の時間もらっていい今そのつど行くのやめたから、後半で8分いただければもう全て反論するから1回もういいわ、その都度も大変だから、なんか、うん、揉めだろうね、まあまあでもいいのいいの、相変わらず、うん、結局出版社とも足並み揃わなかったなっていう、なんか後の笑い話になれば、うん、笑えないよ全然笑い話になればなってさ、そういうことなのよ、メール来てるよ、 ありがたいね、なんで新潮社から出したの、なんか掴まれたのか、なんか情報でも掴まれ、人でも殺したのか、それ捕まえて代わりに何かかけてあのね、うん、バカの壁とかそういうのを排出したい、編集もう今かなり上の方なんで、その方が私にどうしてもっていう、すごっ、そこからなんですよ、どうしたんだろうな、なんで絶対嘘だろ、そんな人が不可能じゃない、もっと売れる本やりたいだろう、じゃあいや未だに分かんない、もう一発養老先生とかさ、養老たけしさんともう一回やりたいとかさ、まあ、そうなん、うんうん、なるじゃない、もっと売れっ子とやりたいよな、うん、普通な、絶対不可能やりたくないと思うよ、うん、あの瞬きだけしてもらっていいすごいから、バキバキでしょ、それが偉くなっちゃったから遊びでできんのか、逆に、いやいや、まあ、仮にそうだとしてもね、何か引っかかったみたいな、でもどこで引っかかったとか、うん、全く謎で、そう、うん、まあ、まあありがたいよね、でもね、まあそれはありがたいよね、うんうんうん、そうそうそう、メール、はい、ラジオネームポジサイド FM 三重、ありがとう、福川さん、はい、エッセイ集、はい、世の中と足の身が揃わないが、はい、今度の火曜日に出るそうですね、そうなんです、火曜日がゴミの日じゃない自治体はどうすればいいですか一応ね、資源にもなるっていう、うん、一応資源にもなるらしいので、まあできたら多少ね寝かしてからしてほしいなと思いますけど、ね、どんより証拠の大ライス、はい、ラジオ界のあんこ深川さん、ありがとうございます無駄なく深川の手足を切りたいんですが、ノコギリと出刃包丁さばきやすいのはどちらでしょうか、どちらでもいいんですけどね、あの免許いります、これ私さばくの免許いります、猛毒あります、どうしても免許取りたいな、そうなってくると思ったり、まあ、この方はね、もう唯一と言ってもいい免許もそうかな、有吉さんだけなんですね、やっぱりこういう方じゃないなるほど、そう、酒井なんかから見たらさ、深川なんてどうなの、もう死んでる芸人、終わってる芸人、化石、ゴミ、まあゴミですよ、こっち見ろこっち見ろ、ゴミです、こっち見たのさ、しかもこっち見て言ったな、えさすがだな、え俺安田さんって気にしたからさ、ちょっとプラン変わったんだよライブショーミーの話とかしたかったの、ライブショーミーの話なんてするんじゃないよオープニングでさ、あなたがさ、うん、あのジモンさんとさ、うん、あの僕のなんかいろいろディスってんじゃん、うんうん、あなたのマネージャーとはこっちのディレクター爆笑してるよ聞こえてんのに、そっちの方が傷つくんだよ、あなたがいくらに裁こうが全然構わないからさ、ブースの外でマネージャーとかが手叩いて笑って悪口でみんなが笑ってすげえ空間だよ本当に、これはな、結局このエッセイはさ、なんなの、あの、笑、ちょっとクスッと笑えたりすんの、うん、それともちょっと考える感じなの、まあ随分高いけど1350円って、まあ高いかどうかはね、まあ読んだ人のね、まあ判断にも、まあ決して安くはないとは思いますけども、うん、まあやっぱり昨今ね、生きづらい世の中って言うじゃない、うんうん、で、なんだろう、その、ものがね、充足して、満たされてしまうと、結局その些細な、ちょっとした、まあ SNS での言葉とかさ、ちょっとしたこと、本来は気にしなくてもいいようなことを気にして苦悩するじゃない。いや、じゃあ面白いのこれ面白くないのクスッと笑える本ですか感動するんですかって聞いてんだけど。うん。うん。少し面白いと思う。本当だ、全部あの五角形と全部 2.5 あたり、どの力も 2.5、 小さなペンタゴン小さなペンタゴン、曲言ってんの、曲言った曲なんて、曲言った、ありがとう、言ってんの、どうにかさ、じゃあ、
さあ、ということで、深川さんいらっしゃっておりますけど、ね。ちょっといい、ごめんなさいね。はい。今、曲聴いてくれた？はい。うん。曲聴いてくれた？はい。ね。何？これどうにかなりそうってさ、あの富田しおりさんに書いてもらったんだけど、はい、これ TikTok の、うん、あの、流行語大賞、うん、ノミネートされてる。え？嘘？マジ？すげえ？知らない？あ、知らないです。知らないよ。だって TikTok の流行語大賞なんて知らないよな。知らないです。TikTok でもう何万っていう動画が上がってて、うん、もうすごいことになって、もう何億？なんかもう、桁がさ、K とかあるじゃん。はい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 、何 K？ B なんですよ。ああ、ビリオン。ビリオンだ。初めて。ね何笑ってんの？え？あれバラエティじゃなかったっけ？え？ちょっと待って、説明書、説明書なんだ。これ防災のやつだね。どこに書いてあるんだ？どこに書いてあるんだ？地震が起きたやつの裏とかに書いてありそうだけど。いやいや。いや、だから。うん。そうそうだ、どうにか。俺、コロナ禍の中の時に歌ってたんだよな、富田しおりちゃんが。そう。俺、富田しおりちゃんだって、随分デビューした頃から、売れる売れるっつってさ、結構言っててさ、うん、有吉反省会とかも来たりとかさ、他の番組も誰かスタッフが有吉が売れるっつってたから、ね、うん、来たりしてたんだよ、うんうん。で、結局さ、全然売れやしねえんだろ。ほんで、最終的にお前に捕まっちゃってさ、いやいや捕まったってもうこれでもう目がないよ、本当に。いやいやいや、やめなさいよ。目をつんじゃって。やめなさい、これからの人なんだよ。ついに目を、まだまだ目あるから、目がちゃんと。目を張ってますから。あ、ね、あ、除草剤ってこう言っちゃったよと思って。除草剤じゃない。まだこれからなんだから。あ、ね、そう、うん。って思ってたんだけど、そうなんだ。そんなに入ってんの？彼女はもうそう SNS でいっぱいもう毎日毎日何言われようが毎日もう同じことを。はい。TikTok っていろんな曲をそれぞれが いろんな踊りをするからみんな楽しいみたいなのがベースなんだけど、彼女はもうただ淡々ともうあのステイホーム中にどうにかなりそうだけど何言われようが続ける。やってたね、そうなんだ、それが、うん、ちゃんと日の目を見たからね。皆さん投票お願いします。なんか別に曲が評価されたわけじゃないんだろ。だからその彼女の地道なその毎日のこの活動が、うん、あの評価されたってことだよね。そう、しっかり分けなくてもいいと思う。うん、分かってるからさ、自分が一番分かってるから。そう、うん、私は何もしてないからね。そう、うん、一応ね、お知らせね。ありがとうございます。聞いてるかな、富田さん。あれどう、じゃあロケットマンほぼないんだろ、じゃあ活動はコロナだから。クラブでやったりできないでしょ。いや、ロケットマン、まあ、活動っていうか、そう、クラブはね、本当に胸が痛むんですけど、ちょいちょいゲストオファー来出してるんですよ。だけど、まあ、万が一のことを考えるとって怖いので、うん、現状お断りしてるんですけど。まあそうだね、やらない方がいいよ別に、うん、人数合わせで行くだけだな。なあ、別にそのメインでボーンと言うならな、まあ、大変だけど、人数合わせで呼ばれてるだけで別に行かなくても別にいいよ、うんうんうん。トンブリってどこに置いてる？トンブリ、お前トンブリどうなってんだよ。え、トンブリの活動はどうなってんだよ。そろそろ前回来た時トンブリトンブリっつって、お前トンブリの着ぐるみまで着せられてさ。いやいや、あれはね感謝してますけど、うん、もうやめたらトンブリフィーバー、トンブリフィーバーが起きたからね。今一旦落ち着いてるけど。いや、起きてない。菅さんも被ってたから。え、菅首相もね、秋田出身だから。本当？うん、まあ嘘だろ。だトンブリどう、なんだよ急に突き放したのか。トンブリはあんなになんか、そんなわけないじゃない。やってましたよね。ね、あのね、鶴瓶話、この見てよ。鶴瓶話、あの、鶴瓶、あの、巷の話っていうさ、テレビ東京、うん、そこでもさらに、うん、あの、いかに私が、どんぶり、そして秋田の子供たちを愛してるかっていうのがそこで伝わるか。それ出てるの？来週、来週か。うん。本当？そうそうそう。続いてますよ。でも、もうずっと、うん、もう、その、私と秋田との、うん、なんか、心の絆みたいなのずっと絶やしたくないなと思ってるから。うん、うん、なんでトンブリ好き、なんだっけ、なんかあったんだっけ、なんで、なんでトンブリをしてたんだっけ、何にも聞いてねえから、何にも覚えてねえな。全部すり隠さず話したよ。違うね、あれから一回も出会ってない？一回も食べてないね、トンブリ。申し訳ないけど。いや、だからそこなんで、ごめんね、なんかちょっと活動不足だね。え、食べた？確かに食べてないですね。出会ってない、うん、出会ってないと思います。そっか、じゃあもうちょっとやらなきゃだね、トンブリ。二曲目トンブリにしようか。いや、いい、いい。あ、そう。なんでよ、うん、いや、全然やってないじゃん。今日も被ってないしさ。はい、いや、それはさ、やっぱりちゃんと住み分けというか、うん。まあ、叱るべきところでやってますよ、トンブリ活動は。そうなの？あ、じゃあいいけど、うん。うん、もちろんですよ。なんか売名みたいなことでやってんじゃないかなと思ってさ、それだけかなと思った。売名の意味が分かんないですよ。いや、だから秋田県民騙してんじゃないかなと。いや、確かに居心地はいいなと思いましたよ、うん、秋田のね、いいとこだからね、うん、いやいや、みんながさ歓迎してくれるから、はい、うん、それはとんぶりのこと言ってりゃな、うん、そうそうそう、うん、でもそれも決して売名とかじゃなくて、あくまでとんぶりを広げたいっていう。本当、うん、なんかそれ、なんか例えば歌覚えてんじゃないの？
全然覚えてねえよ。マジでお前の歌覚えてねえわ。全部中途半端だから。覚えてえパンチがないんだよ、お前の歌は。食べましょう。えちょっと覚えてないサンドリア。スデイナイツ、ドリーマー。ライブ、オンエア。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.com/dreamer. Stay Night Dreamer. 今日はなんか深川の26年振り返ったりもしながらっていうことなんで、全然会話が先に進まないんだよ。いやだからさ、あの振り返ろうよ。このいや、うん、はい、私が読んだ日をさ、このポスト出川とかさ、そういう出川さんの、この関係性とかも話に入ったりする、うん、きっと共感してくれると思う。ちょっとまあ、まずメール読ませてくれよ。うん。うんうん、ごめんね、ごめんなさいね。うん、お前のオンステージじゃないから。うん、まあまあ、でも一応ね、リスナーも大事だから、前夜祭みたいなのがちょっとある。聞いてくれ。はい。態度や口調は低姿勢でも、うん、知識やワードチョイスでマウントを取ろうとする横揺れ白バンダのこと、深川亮さんが11月7日のツイッターでこんなことを言っていました、はいはい、ラジオネームはチェーンギャング5ね、はい、車内で後ろがやたらピコンピコン鳴るなぁと思えば、うん、音楽家なのか大きな楽譜を広げている、五線譜の上で心地よい音を奏でるなら路線の上で不快な音を立てないでと言えるはずもなく、うんうん、は？何これ、相変わらず自分の世界に酔いしれてわけのわからねえこと言いやがってバカ野郎、意味不明のツイートと文化人ずらしてコメンテーターやるのは犯罪だぞ。でも深川さん、一つだけお礼言わせてください、うん、あなたは何の手土産も持ってこないでサンドリに当たり前のような顔をしてゲストに来てくださいます。しかもあなたは何の話題にもならないし、ヤフーニュースで取り上げられることもありませんし、何か面白い事件も起こしませんし、うん、テレビにも出ませんし、うん、何か大きな結果を残してもいません、うん、そんな空っぽのあなたですが、2ページ目いったっす、2ページありますね。え？サンドリで僕らゲスナーにいじられるためにわざとツイッターでわけのわからないツイートをしてピエロを演じてくれてるんですね。感謝します。どうもありがとうございました、うんうん。これ作家さん笑ってなかったら完全に事故だぞ。大事故だぞこれ本当に。いやありがとうって言ってんの。消防車3台来る事故だよ。ありがとうございますって言ってんの。何箇所か事故ったよね。ね。玉突きで。感謝なのね。いやいや、そう思ってくれればね、嬉しいよ、うん。なんでこんなややこしいこと言うのよ。うん、いや、そう、実はね、めちゃめちゃ後悔したんだわ。うん、いつもね、送信した後に浮かぶ言葉ってない。うんうん、あるね。うん、ああ言えばよかった、こう言えばよかった。そう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 。うん、その先にさ、うん、下の上で奏でるマロンとバニラのハーモニーっていうのがさ、押した瞬間浮かんで。変わんねえ、そんなん。どっちいいんだよ。どっちでもいい。うわぁ、これじゃあ、ツイッターやめろ、本当に。ツイッターやめた方がいいよ。こんなこと言ってたら。嫌われるだけだもん。うん、マネージャーの誰にも好かれないじゃない。マネージャーの表情だけ確認してください。その表情によってちょっと考える。きっとうなずいてる。いや本当 SNS って難しい。やめと、だってさ向いてないじゃんそもそも。どうせ傷つくだけだろ。いや傷つくだけではない。本当？だけではないよ。特に最近温かい人も増えてきたよ。あ、そう？うん、淘汰されてったんだな。そういう人だけが残ったんだな。でも、うん、まあ私みたいな人多いかもしれないけど、うん、99人温かくても、うん、1人チクってくると、はい、もうそのチクだけが、まあそうだそうだ、それだけが残るんじゃない、印象に。そうだから、うん、ここは全員チクってくるから、うん、気持ちよくなるんだよね。ここ全員刺してくるから。ラジオネーム論より証拠の大ライス、はい、どうせ誰も来ないと思いますけど、この本サイン会ありますか。いや、これがありがたいことにさ、サイン会ね、まあ、非常に少人数、小規模ではあるんですけど、ね、うん、一応サイン会をね、開くんですが、うん、トークイベント、うん、東野幸治さんいらっしゃるんです。あ、そうなの？よかったじゃん。いや、すごい。これがね、本当に、あれだ、うん、オナニー風俗、風俗のほら、オナニー専門店に行ってた中だもんね、東野さんと深川といえば。こう、なんていうの、こう、はい。
そうなんですか。そうそう。で、そこでシコットマンが生まれたし。シコットマン。うん。で、そこでさ、見てもらうだけなんだ。そのもどかしさもさ、そういう風にプラスに変えていくんだけど、出川師匠は我慢できないから、いろいろオプションプラスしちゃって、3万6000円で普通のヘルスみたいになっちゃった。タケノコハギみたいな。どんどんオプションつけてっちゃって。それ普通の風俗だろ。なんかその情緒で楽しめない師匠がそこにいらっしゃる。いや、違うよびっくりしたわ。その中じゃんだって。違うよ。それもね、もちろんお世話になったけど、本当に私の恩人なんですよ、この世界において。東野さん？もう講師ともに恩人なんです。そう。だからもう私がさ、シュールの貴公子として出たはいいものの、バラエティでの立ち回りがさ、うまくこうできない。そうだったな。そんな時に私に立ち位置を与えてくれたのは東野さん。あ、そうか。っていうこの何素材はこうやると、うん、あのいいんですよっていうそういうのを提示してくれて、そこでタモリさんが乗っかってくれてとか。うんうん、まあでも今結果こうだけどな。いや最高じゃない。最高の中腹ですよこれ。最高の中腹。中腹そのね、そのの方が近い感じがする。もう降りてきてんのかなっていう。あれこれ下りかなっていう。降ってるつもりだったんだけど、降りてきたなっていうのはあるけど。そう、じゃあ東野さんとやんの？あ、それはいいじゃない。来てくださって。ねえ、そうなんですよ。そうですか。だから今回でも本当いろんなところでさ、まあプロモーションって味気ないんだけど、うん、そういうところ行くとさ、やっぱり自分でこう感謝の気持ちを伝えたいなって思ってたから、うん、だからよかった、本当に。東野さんとか会えないじゃない。まあなかなかな、なかなか、うん。しょっちゅうご飯とかも行ってたのよ。うん、ああ、そう、仲いいんだね。ライブ、オアシスのライブとかも。オナニー風俗だけじゃないんだね。そうそう、オナニー風俗はね、7、8回。やめてよねえ。東野さんと、深川の、俺、共通点なんてそこしか知らないもんだって。だからそこに一緒に行くってことは、つまりさ、それぐらい、いろんなところで繋がってたっていう。本当にね、もう友達のように。まあまあ、僕はものすごいリスペクトしてますけど。そうそうそう。なんか一緒に風俗行くって言ったら、なかなか、なやっぱり仲良くないって。まあそうですね。うん、そうそうそう。うん。そうなの。番組だけでなくね、いろいろ行きましたよ。だからありがたいよ、本当に。そうなんだ。うん、じゃあまあ、じゃあそれはトークショーがあるから、まあいいね。楽しいね。そうそう。だから一応やりますよ。それぐらいはね。うん、うん。そうです。あとは、うん、ラジオネームチーズ撲滅派。はい、ありがとう。深川さんのエッセイは、ええ、鬼滅の刃より面白いですか？面白いわけないな。ふざけるなよ。いい質問だね、これはね。いい質問じゃない。いい質問。無駄な質問だよ。自滅のね。自滅の深川。自滅の深川。下手だね。え？下手。だって聞こえてた？鬼滅関係で一番下手だよ。今さ、そのジョーク。いや、まだ試し打ちだったんだよ。自滅の深川なんて最悪だよ。ちょっと小さい声で言ったんだ。聞こえてました。酒井君、を通すんじゃないよ。打席立ってなかったよ今。立ってないそんなもの、うん、本当に。はい、ね、で、ええ、何ですか、うん、もうほらもう26年、うん、今は何がメイン、やっぱり MX ですかね、の司会っていう、うん、だからね、一番有名ですか、まあ、これもねちょっとツイートさせてもらったんですけど、うん、やっぱり何をやるにしてもね、そのカッコタレント、カッコお笑い芸人、肩書きがね、うん、そういうカッコホニャララがどれもしっくり来ないんですよ。そうなの、ええ、不老者でいいんじゃない、不老者。ちょっと待ってね、一番しっくり来る、ね、でどれもしっくり来ない顔もな、なんかそんな感じで、そう、そう、来た、雰囲気って、ちょっと、で、その、うん、そう、で、その自分の何者でもないっていう存在が、ちょっとコンプレックスだったんだけど、でもなんかある時から、あ、何者でもないっていうのが、半地下の一人ぼっち。半地下のね、半地下の人、半地下の人。で、あの、泣いてんの？そう、だからそういう、その、深川亮っていうね。ラジオネーム三平。肩書きのいらない。僕は、占い師なのですが、姓名判断で、深川亮を占ってみたところ、ありがとう。仕事運、家庭運が、大凶でした。深川を漢字表記にして、名前を年数に改名すると、運気がぐんとアップしますので、今後は深川年数として頑張って。あ、やっぱ画数の問題だったんだ。年数がいい。やっぱな、やっぱ年数さんはね、いつも幸せそうだもんね。私の人生にアロハシャツないもん。ないな。白眼鏡もないイメージあります。正反対だ、本当に。そうだね。歩み方が。画数大事だ。ラジオネーム、身勝手ダイナマイト。はい、ありがとう。
深川さんについて仕方なく調べていると、深川さんが8月生まれであることが分かりました。そうなの、うん、早速とある占いサイトで8月生まれの人の特徴を調べるとこんなことが書いてありました。うん、8月生まれの人は好奇心旺盛で、うん、新しいことに挑戦するのが好き、うん、行動力があるので様々な挑戦をして成功を収めることができるでしょう。有吉さん、やっぱり占い当てになりませんね。いやいや、全部該当してんじゃん。全部該当。好奇心を持つ方向が皆さんと違うだけで、うん、その、なんていうの、その、いわゆる多数派の皆さんとは違うところに着目して、うん、で、私、いろんなところでね、うん、まあ、涙をね、流してしまうんですけど、うん、決してね、その、何でも泣くわけじゃないんですよ。うん、全米が泣いても私、泣かないですから、うん、そういう泣くポイントが違うってだけなんですよ。すべて当てはまってはいるんです。うん、方向性だけが。そう？うん。そういうもんかね。そうですよ。夏生まれの。うん。夏生まれなの？え？いやいや、そうですよ。ラジオネームバスケットカウント。ナベプロでは花子、四千頭身など、第7世代の芸人、人気ですが、深川さんはこの二組とお話しさせてもらえたことありますか？まあ、実際ね、お笑いライブのさ、あの、若手のさ、MC とかやったりすんのよ。その後打ち上げとかでさ、彼らがさ、テーブルの前にいたりすんのよ。少し緊張しちゃうよね。テレビで見たことあるし。少し緊張しちゃう。A マッソとかめちゃめちゃ緊張しちゃう。それでも設定あるんだね。いや、あるのよ。でね、でもね、ありがたい話ね、あの、4000投資のラジオでいろいろ話したりとか、花子に関しては私ちょっとアドバイスなんかしたからね。マジ？余計なことしない方がいいよ。まあ聞いてないだろうけどな、アドバイス。ええ、でもすごく親身に。で、それこそキングオブコント撮る前に、はい、その事務所の、と、ライブで初めてコントを見て、うん、君たち間違ってないから、とにかく自分を信じて、うん、突き進め、的なね、ざっくり言うと、もっと、うん。一番何の身にもならないやつそのままでいいってことですね。いや、いろんなの見ちゃうとさ、影響を受けるけど、うん、もうとにかくそのままでいいから。まあ、まあ、いろいろ細かいのも言ったけど、そしたらもうすぐにキングオブコント行ったからね。だからねって言われてもな、なんかアンガールズにもそんなことだろ、だから。いや、アンガールズ。だからみんな売れる前に一言声かけてんだよな、だからな、一番やらしいやり方でな。そう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 。先行投資じゃない。先行投資。先行投資。先行投資。ありがたいです。そうか、じゃああるのね、じゃあ、付き合いが。ありますよ。今は、アンのタモリさんとかとは？いや、さすがに。こん中にさ、入ってんのよ、この中に。タモリさんのお話が。あ、そう。浮力の神様というエッセイなんだけど。うん。ね。浮力の神様？うん。読む？いや、読まないよ。いいよ、いいよ。読みに来そうな本だ。そう、タモリさんとの、まあ、で、だからそれこそタモリさんってこのビッグスリーでね、ゴルフの時にさ、おちゃらけないじゃない。うん。でもそのおちゃらけないことに、こう、幼少ながら、幼ながらになんかちょっと、どうしてかなっていう違和感あったんだけど、だんだんタモリさんといいともとか、それこそいいとも外で、接することによって、どんどん私の中の存在感が大きくなってて、そういう、その、いかに神様になったかという。うん。そうな、お亡くなりになったもんな。え？ちょっとやめてよ。お前、メンタル強すぎだろ。Stay Night Dreamer Live on Air。はい。もう、終わりで近いってよ。そんなわけないでしょ？え？1時間経つよ。え、終わりじゃないでしょ？いや、1時間終わり。ああ、びっくりした。8時台終わり。びっくりした。本当にびっくりした。本当に。8時台ね。なんでそんなにうろたえたんだよ。どうしたの？いや、それびっくりするよ。体内時計 MC だからさ。1時間の体内時計には自信あるんだ。1時間の体内時計には。もう2時間経ったと思ったのか。びっくりして、この体内時計ついにおかしくなったの。めちゃめちゃうろたえてんだぞ。いや、そっちよ。いや、私の生の1時間の体内時計がこんなにも誤差を生むのかっていう。そこのね、驚きでした。では、エッセイがね、出ますね、深川君は。申し訳ない、本当、いろんな話したいから、うん、ね、ありがとうね、でも、いろんな、過去のね、ありがとうね、じゃあね、あれよかったですよとかさ、そういうのでもいいよ、本当に。耳ほじるり、FM 群馬。はい、深川さん、この新作エッセイのページ、めくり続けてると、爪は真っ黒になりますかという。
爪はね、ね、悪いインク使う。群青色になります。悪いインク使うね。素敵な群青色になりますんで。いつですか？11月17ですか？もうね、でもアマゾンではね、なんかもう売り出してるんで。出てるの？なんかやっぱもう週刊少年ジャンプを土曜日に発売してるみたいな。その感じかな。酒屋さんみたいな、ちょっとラッキー感あるからね。よくないと思うけど。お得感あるね。ジモンさんの映画がね、11月20日からです。20日。ああ、そうですか。福川君のエッセイは11月17日から、ね。いいね。ゴールデンウィークだね、そのね。ゴールデンウィーク。ね。黄金週間。嫌われ者たちがなんか活動しておりますね。そういうもんなんでしょうかね。そうですね。嫌われ者たちはこの時期に動き始めるんでしょうかね。新潮社から出ております。うんうん、世の中と足並みが揃わない。ね。ね寝ております、泣けるんですか？泣ける？うん、まあその人によってはね、あのコンディションによってもしかしたらそういうふうに類線がね、一部の地域の方この時間で時間の使い方おかしくなった。この後も引き続き。質問さあ2020年11月15日日曜日、時刻は夜9時を回りました。この時間からお聞きの皆さん、改めましてこんばんは、有吉です。はい、今夜のアシスタントはアルコ&ピース酒井健太です。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、サンデーナイトドリーマー、ゲスト深川亮さんをお迎えしております。はい、ラジオ界のアンコーこと、深川亮です。よろしくお願いします。どういうことですか？ありがとうね、みんな。どういうことですか？いや、捨てるとこがないというね。一応ね、言わせないでよ。言わせないでよ、ね、これだけ気に入ってるよみたいな。もうエッセイが出たんですよね。そうです、そうです。はい。なんか聞くところによるとなんか あんまり笑いはないんですよね。なんか笑えないんですよね。だからなんか深川君のどこで聞いた？それどこで聞いた？聞くところによるとっていうけど。いや、そんなことないよ。非常に滑稽なところはあると思うんで、うん、私は真剣だけど、うんうん、それが旗から見たら滑稽に映るところは多々あると思うので。そう、アイスランドで感じた死生観、聞きたくねえよ。興味で三木さん、マイクこういう時マイクスッとオフにしてください。有吉がやりそうだな、やりそうだなって時スッとゼロにしてください。三木さんどうか、ね、分かるでしょ。もう10年やってても分かるでしょ。あいつ落とすなって時にさ、これはやばいね。内容紹介どうやって書くと、ね、そうちょっと押し付けがましく聞こえるかもしれない。ポスト出川から舵を切った30歳。いや、これはね、もうこれは聞いてほしいわ。これは聞いてほしい。やっぱり我々のさ、今の第7世代なんてさ、ちょっとチヤホヤされすぎよ、はい、はっきり言って。大変だよ。タモリさんからの突然の電話。いやいや、もうすごい笑うな。髪切った？もちろん。髪切った？何の電話ですか？やめろ。笑うポイントおかしいぞ。お前ちょっと疲れすぎてる。おかしくなってる、あなた。なんでよ。いじるポイント間違えた。本当に。いや、本当にね、やっぱり、いろんな人にこうね、出会ってね、支えられたなっていう。まあそうだね。それしかないな、お前なんて。まあまあまあ、まあ言ってみればそうですよ。まあみんなそうなんだけどさ、特にな。光っていうのは何かにぶつからないと色を帯びないわけよ、結局。それこそ有吉、私という光は有吉というものにぶつからないとやっぱり光は帯びないし、東野さんにしても、内村さんにしてもそう。私という光は、私だけでは色を帯びない。ここ CM じゃん。都合よく CM 行かねえんだよ。ポンって行かないですよ。お前、滑ったタイミングで全部 CM 行くと思ったら大間違いだぞ。欲しくない時に発射しちゃうんだよ。全部ボタン欲しいんだよね。勝手にボタン押させないよ、そんな。いや、音だけでも欲しいんだ。実際行かなくてもさ、音だけでも欲しいわ。世の中の隔たりと向き合う。ええ。隔たリストだって、まあまあ言うなら何だよ、隔たリストって。いや、だからさ、半地下のシコリストだろ、お前。いや、シコリスト兼よ。シコリスト兼、シコリスト兼隔たリストですよ。あるだろ、なんかこう自分の周りなんか薄皮みたいなのがあるなと。でもその薄皮に気づいてないわけ。本気だからな、お前は。そうそう、本気だからさ。から薄皮って言っていいのか、結構分厚めだけど。まさかのあれ
使えるからね。あれ、裾上げみたいにできるから。うん。あれ、ね、あの皮、余った皮あれ、珍味にもなるから。うるさいんだ。炙ってさ。うん。どこにも馴染めない。何にも染まれない。世の中の隔たりと向き合う。うん、まあ、ここだよね。ある種ね。ここが大事。うん、いわゆる孤独でなく、ここを。ここを。うん。いわゆるね。固定じゃないの。うん、固定って言葉あったっけ、ちょっと知らない。あんま聞いたことないですけど。湖の、ね、そこしか固定。ねちょっとイメージできないんですけど。孤独で低い。まさにあんこだな、本当は。お笑いからあんこだな。あんこだ。それもね、入れてるからね。みなぞこでな。さすが。みなぞこでゴミ食ってるよ。さすが勉強持ってる。何のためにその免許取ってないんですよ、私。受けてくれないんですよ。出してなかったやつ、出し出した。そこも提供し始めた。まあ、そう。まあ、じゃあ、くすっと笑えるっていうことでいいのな。まあ、あなたの心の隙間に、すっと。うん。笑うセールスマンじゃねえか。そのまんま。あなたの心の隙間を埋めします。全くセリフ一緒なんですよ。僕の服装です。今、埋めはしない。埋めはしない。だからその隔たりは私大事だと思ってるから、ね。だからそのあなたの隙間にスッと通り過ぎますって、ね。うんうん、埋めたりはしない。埋めたりしないね。うん、そう。いつまでやんのあれ、MX の司会は。あれ、本当はもっと早く変わってたじゃないあれは。サイクル2年交代ぐらいで。まあね、2、3年でね、交代してる。あれが良かった。よっぽどでも、お茶の間の、やっぱ期待を背負ってんのかもしれないよね。わかんないけど。うん、わかんない。違うもんだって。なんか頼んでんだろ、多分渡辺プロの人が。後の人は多分大きい事務所の人じゃなかったじゃない、徳光さんにしろ。いつみさんにしろ。黒いマスクに。大きな。黒いマスクしたさ、あのマネージャーいたでしょ、はいはい、チーフマネージャーなのよ、あの結構長いのよ、毎週のように局長と飲んでるね。そうだろう、だからそれ以外考えられないもんだって、それ大事だから。私個人事務所の人だったんだよ。だからなんとなくじゃあ交代していきましょうかっていう話だった、はいはい、こいつは渡辺プロで事務所がでかいから多分頼みますよお願いしますよで長引いてるだけだよ。多少は噛んで喋れ多少は噛んで喋れよ。すぐ流暢に。でも噛まないんですよ、こういうの。いや、ずいぶん、あれ何年ぐらいやってんの？もう、ずいぶんなるの？それこそ10年。10年、この番組とだ。一緒ぐらいか。うん、そう。すごいね、それは。まあ、レギュラー陣もマツコさんなんかもな、ずっとだけど。うん、そう。うん、もうそれ以上だけどね、番組自体はね。うん。そう。ありがたいよね。うん。そうだからか。だから、ポスト出川っていうところから、出川さんのところは、舵を切ってたどり着いた島が MX という島だったという。ずいぶん。ちっちゃい島だったな。いや確かにね、大きなね島ではないかもしれませんが、その長崎の五島列島のようなね、はいはい、素敵な島ですよ本当に。まあ素敵かもね。そうです。非常に身の丈になった。まあでもあんな綺麗な島じゃない五島列島に失礼だよ本当に。え？五十夢中を五島列島に例えちゃダメだよ。まあだから例えばそのサイズ感で言うとさ、夢の島だろ？え？夢の島？ちょっとリアクションしないわ。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Sunday Night Dreamer.ブレイク中 CM 中にさずーっと話し続けるのやめてくんな、うん、いやいやちょっと待って本番だと思う。ちょっとオンの感じイヤホンをさゼロにした誰かがいるんですよ。何この嫌がらせ。いやいや本当だって全然聞こえなかったもんズキューンが。いやブレイク中だからさ俺お前の顔も見たくないのにさお前ずいぶん積極的に話しかけてくるなと思って嫌だったんだよ。いやいやさっきここ誰かいじってた。いじってた。小さないたずら嫌がらせだよね。ニュース読む人かな、はい、ニュース読む人、うん、いやゼロにしたら戻してほしいよね。全然だから夢の島だと普通に走ってた俺。いや普通わかるじゃんな、まあ、俺がもう嫌そうな顔してんなって気づいてくれよ。気づいてさらに一つ言えるのはね、うん、CM だろうがね私は常に全力投球。全国で。いや、全く笑いのない話ずっと続けてるからな。なんだろうな、こいつと思ってさ。常に全国で。全集中で。全集中とかいいんだよ。知ったかぶりするなよ。見たことないだろ、どうせ。2回全国球出るからね。
本当に集中だ。全呼吸って自滅のほか、自滅のほか、自滅のほか本当に面白くないぞ。いいのいいの、じわじわ聞いてくるの。いいの、うん、お通しみたいなもんだから。ちょっと聞いてね。ごちそうではないけど。ラジオネームサイン Z、 深川さん質問です、はい、深川さんの今年一年を漢字一文字で表すなら一体何でしょうか。どうみんな。なんだ偉そうに、まあ、みんなどう、あ、酒井はどうだ。あ、僕漢字一文字ですか。いや、まあでもよく頑張ったんじゃないか自分の。俺は冠だね、冠、うん、あ、冠番組な。確かにそうですね、冠。そうだよ、テレ東だけでしょ。そうだ、いいんじゃない。ちょっと上がったっていうのも、うん、上がるっていう字でもいいですよね。上がるでもいい、はい、まあでも縁起がいい。あ、そうですね、言葉だな。いいポジティブな言葉だと思います、うんうん、はい、どう。俺なんかはでも変わんないからね。なんかそれこそ難しいな。まあ保つかな、保つ。おー、うんうんうん、難しい、保つ。どうですか、サンタさん。なんで高井さんに聞くんだよ。新聞タイム、お前出すって。出すよ、早く。何が、何全員に言ってんだよ。いや、逆に寂しがるかもしれないじゃん。寂しがるかもしれないじゃん。光るだよ、どうせ、光る。ハゲだから、ハゲだから光るだよ。いや、答えさせなさいよ。高井さんはハゲだから光る。え、光る。ハゲの会入りたいね。ハゲの会ね。どうですかじゃない。みんなに聞くなよ。なんだ、言えよ。何でもいいんだから。気の利いたこと言わないの、知ってんだから。あの場に立ったらおのずと降りてくるから。清水寺の。あれは王さんが書くやつな。あそこに、あそこに降りたとき。立たねえよ、お前みたいなやつは。いやいや、わかんないわかんない。あそこに立ったらおのずと降りてくる言葉が私の一文字だから。うん、いや、だからなんだろうな。うん。惨めかな、惨め。残って字かな。どうしたっけ、残。立身弁の。うん。うん。残だな。練習しとこ、うん、家で練習しとないっすよ。あそこで降りてくるかもしれないから。不満のところないっすよ。の仕事来ねえよ。なんでお前が書くんだよ。いやだから置き換えないと降りてこないんだって。うん、あそこに立った時にね、ふっと降りてくるんだ。とね、ラジオネーム身勝手ダイナマイト。今年も例年通り新語・流行語ノミネート発表されていました。その中にはペッコパの時を戻そうがありましたけども、うん、深川の首を切り落とそうはありませんでしたね、うん、ということで、ね、あ、入ってたんだ。入ってませんでした。入ってなかった、うん、残念だな、あれは、ね、結構使ってたのかな。これ単純な質問があるんだけど、うんうんうん、ラジオにカンパシ太郎、深川さん、うん、拳銃に弾が2発入っていて、うんうん、目の前にネプチューンの3人がいたら誰を撃ち殺しますか。うわー、すごっ。一人だけ行かせる。まず、うん、まずはどう、己に向けるね。あ、そう、うん、あ、じゃあ俺がそれとって前段お前に撃ち込んでやるわ、本当に。2月目も。本当に質問に答えないな、お前は。いや、答えってどういうこと。本当にもう、だって2発だね。まずは己に。とんちの効かない一休さんって呼ばれてるよ、お前。え、とんち、え、なんか教育テレビのみんなの歌でやりそうだな。とんちの効かない一休さんじゃないんだよ。作曲能力ゼロかよ、お前は。これ電通絡みたら出るぞ、今の。電通絡まないだろ。団子さん兄弟の。錦鯉の土壌あるぞ、これ。そうですか。うん、まあそんな前、ロンより証拠の大ライス。ありがとう。深川さんの話を聞いていると、衣だけの天ぷらを食べてるような気分になりますね。深川さんの言動全てがそれっぽいです。一番美味しいからね。普通は最終的にそれ頼むからね。天かす。天かす。そうそうそう。天かす原理。一番美味しいんです。一番、普通はそこを求めて言ってるから。本当に。必ず最後出すからね。一番美味しいんだ。よく気づいたね。あとはどうだよ、もう、うん、なんか深は、あの、聞きたいことないのか、酒井なんかどう、会うことがないじゃない。だからさっきもね、テーブルこそ一緒だったけど、あんまりこう、なんていうの、会話しないようにしたのよ。やっぱもう、はい、うん、なんかあるだろうなと思ったから。質問があるだろうなと、本番までな。うん、なるほど。うん、だから本当、深川さん、深川一派みたいなのないじゃないですか。後輩マジで可愛がってなくて、ね、本当ここの人だから、うん、なんか本当に可愛がった方がいいのかなって、みんな話聞きたいんじゃないかなって思うんですけど。あの、可愛がり方に、うん、やっぱり人それぞれの個性あるから、うん、はいはい、私は私なりの距離感で、まあ、うん、アンガールズ、うん、ロッチ、平野ノラ、うん、サンシャイン池崎、はい、花子、うん、四千頭身、まあ他もろもろね、活躍でもキリがないけど、まあそういうそれぞれの距離感でアドバイスしてるから。マジで誰も感謝してないぜ。一言ぐらい言うじゃん。え、
ちょっとチラッと、はいはい、絶対出てこないの、お前の名前って。聞かないですもん。本当出てこないよ。多分ね、じわじわ聞いてくるパターンだと思うんだよ。本当？うん。若い頃って気づかないじゃん。はい、だから私も最初さ、東野さんの今でこそ恩人だけど、やっぱり恩人って言葉になるまで時間かかったからね。でやがて彼たちの中に恩人っていう風に変換されるんじゃないかな。今はまだね、そういう風になる。いや、どうしてほしい、酒井なんかがいたら。いや、誰も寄りついてこないじゃん。結局お前から離れていってさ、うん、なんかお前の名前さえも口にしないみたいなさ、うん、アンガールズなんかでも相談ってくるけどさ、うん、やっぱ寄ってきてほしいの、ああ。そう、母さんっつって、酒井なんかに。どうなの。いや、だから、あの、来たい人、来るものは拒まずだよ、基本的には。うん。うん、全然 OK だよ。OK なの？うん。だってアンガールズなんて一緒に、あの、湘南でボディーボードやったの。昔な、そんな。昔話ばっかりするなよ。今の話しろよ。去年じゃなかった。去年じゃないよ。全然。昔はな、アンガールズも少しはね、うん、僕らも深浅いのお世話になってたんですけど、そうそうそう、ね、っていうのがチラチラ出てたんだけど、うん、今はね、俺から振っても言わないぜ。深浅のにお世話になったんだもん、なっつったら、って笑ってるだけだよ。あんまり名前出さないようにしてるあいつら。うん、まあまあ、だから、いいのいいの別に。それも恩着せがましいし、あの、やっぱり先輩風を吹かせたくないの、うん、そもそも。だから、まあ、吹かせられるほどの肩もねえしな。それぐらいがいいのよ。おしゃれな人って、おしゃれですねって言われたくないから、ね。あの、それこそ、深川さんのおかげですって思わせたら、やっぱ一番先輩風なのよ。先輩風というのは、風だと思わせないことが大事。風邪ひくなよ、お前。はい。風邪ひくなよ。ええ、気をつける。はい。はい、いやでも本当それは私のモット、なんかね、聞きたいことが圧入っちゃうから、うん、ただただこいつが不思議でそういう質問になるだろうけどさ、はい、なんかアドバイスとかもらった方がいいよ。いや、こいつはこいつなりに考えてるから、はい、それが的外れであろうとも、うんうん、何かを考えてるのは確かだから、半地下でそれはちょっとたまには聞いてやれよ。あの、あんまりやっぱアウトプットさせないとかわいそうだから、あ、うん、たまには。俺より喋ってるぞ。俺より喋ってる、どういうことだよ。隙間を与えず。大変だった、今のも入れるの。バツバツ行くからさ、機械のように進んでいくから、隙間が大変だったわ。ここだと思って満を持していったけど、ね、じゃ例えばギャグとか僕らないんですけど、うん、苦手で、うんうん、じゃあティーンあげるよ。ティーンはあんなのいらんねえよ。カチンいいじゃない。ティーンはまだね、私がやってる印象あるから、カチンあるよ。カチン使いやすい。ちょっと、ね、切れる時あるでしょ、ちょっと、はい、怒る時、はい、うわー、ちょっとカチンときたって時あるじゃない、はい、その時に着地するギャグがあるから、うんうん、なんか言って、うん、バーカーバカってなんだよ。えバカじゃん。おい、バカバーカ。おい、さすがにカチンときたよ。さすがに。カチン。途中 CM 行くプランだったんだけど。無理無理。勝手に行くなよ。これカチン言っちゃうとね、もう死亡でしかないんだ。そうだよね。うん、俺はまあ内村プロデュースでずーっと何回もそれ見てるけど、一、うん、回ボケたことないよな。うん、その前に、着地する前に笛吹いてもらわないと。誰でもいいから笛吹いてもらわないと。そうだね。うん、やらしちゃダメ。やらしたら終わり。そうなん、死にましたね、うん、やらた。完全に死にました。カチンは死にました。カチン。ごめんちょっとこれ死にました。今死にました。うん、いやでもね、とにかくね、システムに甘んじる人にはなってほしくないから、うん、だからいろいろほらギャグとかさ、なんか生まれると、はい、そこを武器と捉え、そこに逃げがちなの、うん、でも丸腰、常に丸腰でいた方がいいから、うん、パターンとかに溺れる人はね、大抵いなくなって、お前な、うん、マジで打ちピーで困った時全部ピンって終わらしてただろ。、ね、お前こそゴンゲだぞそれ。あれね、お手軽なもん見つけやがってってみんな言ってた。生理現象じゃない、生理現象、お前体の生体反応だから。生きてる、生きてる証だから。ずるいじゃん、自分はそうしてたんだよ。そっか、その時代は。いやだからそれはいいのよ、だから生体反応として出るんだっていいの、生理現象として。あ、それでも同じようなギャグあるぜお前と。え、嘘でしょ、うん、え、どういうの。何でもありますよ。ヒーってやつあるじゃん、はい、ヒーも、なあ、ヒーってやつあるほら、お前とよく俺のことバカにできたな。
ティンとまあまあのれん分けみたいなもんだね。のれん分けみたいなもんだ。だからそうだ、近藤屋のラーメン屋みたいなもんですよ。本当に六角屋の六角屋の、うん、だから似てんのかもね、最終的に、うん、音楽も好きだろ、だってまあ好きですけど、そうだね、あそういうことでバックボーン大事だからね。ただコンビっていうのがあるから、あまあそりゃそうだな、やっぱりピンとねコンビでやっぱ違いますか、うん、だってほら通訳がいるじゃない、受け皿なりさ、はい、やっぱそれがよし悪しだよね、やっぱり。受け皿ありき、はい、その相方がいると想像してやる日とさ、はいはい、完全にピンでやる日はやっぱ違うから。はい、うん、ああ勉強になったな、うん、えあれ一人で言ってんの。え誰がこれ。Slay Night Dreamer Live on airで結局さあれはどう、うん、あのタイマーはやっぱりあの、うん、許可した方がいいと思ってるの、やっぱりタイマー好きとしてはクラブ行って、あの医療あの医療タイマーとかね、あのいろいろまあ使い方あるから、うんうん、でやっぱクラブもほらハウスミュージック、クラブミュージックってさ、いや欠かせないもんだもんね、うん、そうそうそう、マリファナってね、うん、そう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 なの、2回殺す気か。え2回殺すか、この数分間で。気をつけてくれよって、何かの間違いでそういうことにならないように、うん、みんなと足の身が揃わないから、そういう先入観もあるからね、うん、そうだよ、セットで報じられるからね、うん、俺でもさ本当さ、それはそれとしてさ、うん、本当に俺分かんないのよ、何がそのみんながイラッとするポイント、お前にそう周りくどい言い方がイラッとするんじゃない。いやそうそう、分かんないのか、まずそれも、いや俺本当にまだ気づけてなくて、みんなから嫌われるのはそこだよ、ものの言い方だよ、待って嫌われてるかどうかもちょっと後にしよう、そのなんていうの、いやだからさ分かんない、まあ、シュールの気候して別に自分から言い出したわけじゃないけど、うん、その DJ してるとか、うん、そのなんていうの、車のビートルのさかぶり折れ、この屋根がさ、うん、タイプだとかさ、はい、となんかその俺ほんとマツコさんに言われるまで、うん、自分がおかしな人だって気づいてなかったのよ。おうおう、で内村さんにもイラッとするとかさ、もうみんな冗談で言ってるんだろうなと思ったの、ね、うん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 、だからそのほんと教えてもらいたいんだよね、どこが、うん、なんで人のなんていうの感情をちょっとなんかこうイラつかせてるのかっていうさ、うんうん、ちょうどまずこれ来てるわ、だからラジオネームエスローも、うん、FM 長野放送開始から1時間ずーっと、深川さんの周りくどい気取った表現が不快です、うん。なんで今の答えがもうあるの。びっくりだわ。なんだよ。本当。俺のこ今の質問の答えが、一番だよ。もうトランプよりすごいわ。マジックより。来てるだから。スケールエース見せられる感じで。これで、あなたの悩みはこれですねっていうね。ああ、なんでそこにっていう。いや、だから本当にさ、自覚なくて。うん、あそう。うん。まあ、そうかな。そうだね。まあ、でもしょうがないよね。もう変わることないもん、そうなんここまで来たら。そうなんだ。うん。どうせ嫌われてんだもん。変わんないじゃん、だって。いや、もうそう、変えるのは無理だよね。うん。うん。いいよ、それで別に何にも悩んでないだろ。だって半地下で生きていくしかないんだもん。たまには地上出させてよ。たまには、たまにはでいいからさ。ろくなことならないって、たまに地上出ても。まあね、まあね、すぐ帰るからね。家と MX の往復だから。すぐ帰るからさ。あそう。この前、サマーズさんのさ、あの、ネットのサマーズチャンネルさ、時々呼んでもらうんだけど、僕にね、可愛げがあるかどうかっていう話で、大竹さんはさ、お前は可愛げしかねえって言ってくれて、うんうんうん、いや、ほんと泣きそうになっちゃってさ。うんうんうん、まあでも先輩たちからすれば可愛げがあるように見えるんじゃない、だってみんなそうじゃない、だって可愛がってもらってるもんな。同期はどうなの、どう、俺なんかは気にもしてない、だから普段な。だから気にいや、まあそれはそうだよ。それ気にしてる。今日この日しかお前のこと考えないから。いや、そらさ、もう厳密なこと言わないでよ。いや、そりゃそうかもしんないけど。うん。俺なんかはだから別に嫌いでも好きでもないよ、別に。もうずーっと昔から一緒だから、大木とかと一緒の感覚だよ。うん、じゃあ、僕とさ、二人で飲み行こうってなったら、酒井くんはさ、どう、うん、うわ、ちょっと怖いっすね。そうだろ、はい、まだなんか、雰囲気の、感じ出してんのかな、雰囲気ってか、そういうのじゃなくて、なんか僕いろいろ考えてらっしゃるんだろうなって思うんで、なんか何言われるのか怖い。でもきっと何かこう、未来に光を差すような
光とか好きだなお前は。お前光でも何でもないぞ。闇でしかないぞ。光ダメなんだっけこの番組。話かなんだからお前は。光何回までだっけ。カビ2回まで、うん、えカビ光の話やめてほしいんだよ、ね、いやカビだってね、カビがなんとかカビだって頑張って生きてんだよ。カビが侵食するぞ、ねね、みたいな。人に影響を与えることカビが侵食するぞって言ったから、光が刺すぞなんて自分のこと光って言うなんて。聞いたことない音だ。聞いたことない。曲いきます。ロケットマンでどこにかなりそう。ハイウェイミックス。 Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage www.jfn.com/dreamer. Stay Night Dreamer。さあというわけで深川さんがお越しになっておりましてね、うん、まあ、あとまだ30分ありますけど、むしろ地球にとっては人間の方がカビかもしれないからね。いつまでカビの話してんの。人光の話カビみたいな顔してよ本当に。この方なの。この方なの。こんな顔なのかな。何カビ気に入ってたんだ。思いついたのか。そういうの言おうと思って。こんな顔してるのかな。いや深川君はね、そう一発ギャグの人じゃないから本来、あ、うん、あるあるの人だから、あるある、うん、まあそうね、当時はまああるあるっていう概念すらなかったけどね。概念のないからね。あったよ概念。まああったかもしれないけど、まあまあ今ほどねはっきりとした概念はなかった、ね、まあ当時はつぶやきさんか深川かっていう確かに、まあまあ当時は、はい、今でもクオリティ高いですよ、つぶやきさんあるあるさせたら。あ、うん、そう、つぶやきさんすごいね。つぶやきさんはやっぱり、うん、いまだにず抜けてますよ、あるある言わせたら、うん、すごいなやっぱ、うん、深川君もそれはそうですよ、負けてないですよ。だから、うん、やっぱ包丁研ぎはね欠かさないから日々の。こういうとこは下手だけど、あの、あるある言わせたら、あるある言わせたら大したもんだよ。うん、代表作はあれあるからね、うん。お前んち天井低くない？いや、これ未だに受けますよ。うん、これもうなんか、英訳されて海外でも受けてるらしいからね。本当に。村上春樹と変わらないで。通じるんすか、これ。すごい、ね。村上春樹と一緒ですよ。ちょっと、ない、最近はもう考えてないですか、こういうのは。こういうのはないんですか。いや、考えるじゃないから。で、あ、そうか。おのずと降りてくる、うん。ということですか。っていうことはあるってことですよね。もちろんです。お願いしていいですか、一つは。いいですか、はい、テーマだけいただいていいですか。降りてくるっておっしゃったんで。いやいや、やっぱりテーマ、あー、まあ、うん、じゃあ今このコロナ禍の中の、うん、コロナ禍の生活、うん、だからあれだよね、うん、お前とはだいぶ前からディスタンスだったぞ。ずいぶん落ち錆びましたね。トイレいらっしゃらないみたいですね。ブロックですか。ブロックでトイレがそうそれ。山川ちゃんどんな表情。山川もう無表情ね。嘘でしょ。本当だよ。もう怒ってないだけよかったなと思ってるわ俺本当に。一人狙い行ったからね今。そういうことできるから、アスリートがあのテニスボールめがけて打つような感じでした。一人ごとやめてくれる、うん、大勢いるけど山川ちゃん目当てピンポイントアカウトみたいなさ、だからさ自分が得意な感じでやってくれる。コロナ禍なんてだからないんだろ、うん、いやあるの。ただねこれ言い訳になっちゃうけど、うん、やっぱヘアターバンいるんだ。あ、ヘアターバン、うん、あの頃に戻らないといけないってこと。いや、も、いや戻るというかそのヘアターバンがある種のその、うん、なんていうの装置、うん、じゃあもういいよありがとうな。ラジオネームカンパチお前んだよ。お前の夫婦そもそもディスタンスじゃなかった。ディスタンスばっかりじゃねえか。星屑のディスタンスって前からあったぞ。いや売れない言うなよお前いい、いいもう、もういいよ。何個言ってんだよ。大丈夫、カンパチ太郎 FM 岡山。深川さんは全員に嫌われてますが、葬式に来てくれる人はいますか。いやこれはね、死が全てをひっくり返すと思ってるんですよ、うん、ああなるほどね、その時な、うん、ええ、そう、私の評価も、うん、なんかずっと生前はねそういう扱いだったけど、うん、この死によって、まあ、ある種作品が完成されるというんでしょうかね。だからそういう意味では大行列だよね。葬式やんなくていいよな。でもな、葬式やんなくていいだろ、うん、焼いて巻きゃどこに巻いてほしい。どこ、うーん、うん、どこがいいかな。いやでも便所でいいか。ここ、ね、
ここにも少し。いらないよ、こんなところ。お裾分けしますよ。ないでくれよ、本当に。どうし、でもなんかそんなイメージあるじゃない。まあ俺だって結婚してないからさ、死んじまえば一人になっちゃうんだけどさ。だから今死んだらまず MX だから、近いから多分ここにも行きますよ。いいです。風に飛んで。いらないです。いらないです。風に飛んで、ここまで行きます。お墓建ててるタイプじゃないだろ？うん。まだ建ててないでしょ？うん。どうすんの？どうしてほしい？一応聞いといてやるよ、俺も。なんか関わるかもしんないから。あんまりそういうことは感じてなかった。お墓建てたいとかさ。うん、あんまなかったね。何にもないの？うん。まあそういうのはイメージなかったけど。ただ、最後。特別な宗教入ってんじゃないのかな。え、壺の話壺に入れて埋めたりとかのないのいいのね、うん、全然イメージしてないけど、うん、まあ、最後ぐらいはなんかちょっと迷惑、うん、人に迷惑かけてもいいかなと。最近就活とかさ、うん、なんか綺麗に人生終えようみたいなのあるじゃない、うんうんうん、いや最後ぐらいは散らかしていいんじゃないのっていう風に今思ってます、うんうん、じゃあ何、犬に死体食わせりゃいいのか。じゃあ散らかちょっと散らかっちゃうけど、ね、散らかりますよ、それは。ちょっと散らかっちゃうかもしれない。まあ最初それでもいい。最初でもいい。悲しすぎるな。おいしそうに食べてくれれば。ペディグリーフカワでいいですよ。嫌だろ、そんなの。言っといてよ。ペディグリーフカワどうですか。みんなの顔色気にするなよ。基本笑ってないから。お前そういうことで。じゃあお目をかぶれ。じゃあ目がお目をかぶれ。マスクじゃ足りないか。お面か。もしかもここにカッカだな、アクリル板に。ラジオネーム、ロアの色合い。はい、深川さん、死後、100年経ってから再評価され、ええ、うん、朝ドラの主人公になるタイプの人間ですかね。まさしくそういうことよ。本当に。濃いそれ。ね、すごいね。言ったことは必ず来るね。はい、朝ドラは無理だろう。終わっちゃうだろう。3週ぐらいで。いやいや、いけるよ。脚本次第。脚本家がね、ちゃんと書いてくれますよ。日々の出来事、うん、些細な出来事をさ。だってドラマがあんまないんじゃない、うん、だってほとんど半地下なんだもん。なさそうに見えて。ほとんど半地下。窓際のトットちゃん。半地下のふっかちゃん。いけますよ。顔色見るんじゃない。雰囲気いけます。顔色を見て安心するんじゃないよ。楽しいね。楽しくなってきたね。楽しくなってきたね。窓際のふっかちゃんじゃないんで。まあまあよかったな、じゃない。ね、自滅を取り返したね、これね。そうだ。自滅は取り返したけどね。いや、ありがたいね。ラジオネーム三角寺 FM 三重。深川さんは、自身の DJ 技術と、酒井さんのラップでユニット組む気ないですか？酒井ラップ好きだ。ああ、そうだよね、はい、うん。そういうのはやんないの、あんまり。まあ、ジャンルがね。なんていうのよ。まあ、僕はハウスっていう、まあ、四つ打ちっていうとちょっとわかんないかな。うん、この、まあ、昨今で EDM とかそういうのも近いんだけど、うん、でそのラップ、まあ、できなくもないよ。眠くなるやつだよね、だから。何か夜聞くといいやつだろ。深川のやってんのは。すぐ眠くなっちゃうから。環境、なんていうのあれ、よくわかんないけど。睡眠導入みたいな。ちょっとよく聞こえない。また始まったよ、聞こえないふりが。まだゼロにされた。お前がそうなんだろ、それは、ゼロは。勘弁してよ。ゼロいいよ。でももう、とっ捕まえてやるよ。今度されたら、とっ捕まえてやる。そうか。あれ、うん、富田しおりちゃんとかとはさ、どういう話で一緒にやろうってなったの？あんまりそんなのやる気なさそうなのに、たまに一緒にやってんの？いろんな人に声かけて、うん、そうそう。いろんな人とやってんのよ。声、自分からかけんの？場合もあるし、曲を作ってくださいっていう場合もあるし、まあ、うん。だからそれこそ、あなたがシャープ1出たあざとくて何が悪いの？うんうんうん。あれエンディングの曲、ロケットマンだよ。マジ？あれで弘中ちゃんと田中みな実ちゃん踊ってんの。あ、ぐんぐん視聴率落ちてるみたいよ。やめろよ。やめろよ。どういう原因だとしてもやめてよ、そんな。だからかな。いや、存在感あるじゃない。あ、そうだ。せいか。あれ誰に頼む？あ、田中か。そうよ。田中とはそう仕事してたもんね。そうそう、ラジオでさ。うん。そこでエンディング作ってって言われて作ったのがあの曲で。あ、そうだ。で、踊ってくれたんだよ。ああ、そう。で、毎週いろんな賞取ってくれてんだよ。やってるね。うん。そうそう、ありがたいよ。視聴率落ちるはずだわ、じゃあ。やめろ。視聴率なんてね、落ちるもんなんで、そもそも。そういうもんかな。そうなんすか。落ちる
物なんだよ。何の理由もねえじゃねえか。そう、あんなん作ってんのか、俺知らなかったそれ。いろいろやってる。あ、そうなの。そうそうそう。服、じゃあ酒井がなんか頼んだら、それはその日の気分によってはか。あ、全然やりますよ、それは。うん、まあ頼み方にもよるけどね。とんぶりの歌ぐらいだったら、もうだって10分ぐらいできるもんな。できねえよ。え2ヶ月かかるよ。とんぶり。2ヶ月。だからそこ大事なのは愛情がね、五線譜に乗るからな。私の心、どんなにお金を積まれても、うん、私の愛情が五線譜に乗らない限りは曲にならない、うん、そうなの、ええ、お金ならでも欲しいだろうから、まあ少しは欲しい。そうだよ。Slay Night Dreamer Live on air. Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer Sunday Night Dreamer。さあ、ということで、ま、あ、もうちょっとか。よかったよかった。いや、一応今日なんか私のね、なんか芸能生活振り返るっていう。いや、振り返ったっけ？なってないんだもん。うん、振り返るほど。来てないメール。なんかね、来ててもおかしくないんだけどね。いいじゃん。うん、ラジオ内閣低めゴリラ。はい。FM 栃木。ありがとう。深川さんの曲はどれも眠くなるようなエレクトリックションベンミュージックですが、他のジャンルの曲はやらないんですか？うん、え、例えば演歌とかさ。うん、エレクトリックなんつった？エレクトリックションベンミュージック。あ、ジャンルそれだったんだ。ジャンル気にせずやってたから、うん、いや、いろいろやってますよ本当に。できる、うん、例えばじゃあ、あ、でも演歌とかってなるとちょっとかなりチャレンジになるけどね、うんうん、まあでもそういう時が来ればやりますよ。へえ、はい、時来るかね。来ればいいけどね、うんうんうん。ラジオのサイン Z、 深川さん、ええ、あるあるとアナルアナルの違いを教えてください。あ、基本的には一緒ですよ。一緒、ほぼ一緒、ほぼ一緒、アナルアナル、ほぼ一緒じゃないだろ全然、うん、気持ちよさ、気持ちよさ時間かかるんです。開発に時間かかります、後者の方が。これは真面目な質問、はい、ラジオネームアクセルライダー、ありがとう。深川さんの今後の人生設計を教えてください。今少し聞かせてよ、うん、いや、ただね、非常に申し訳ないんだけど、うん、設計しないという設計だよね。あ、そうか、じゃあいいよ、うん、設計しちゃうと定まっちゃうからね。エッセイの話じゃあ聞こうか、せっかくだからね、悪いから。どう？あ、そう、はい、うん、なんか気に障った？なんか気に障ったかな？人生設計、うん、いや、何にも何にも答えてくれないから、みんな怒ってんの。深川さんは何にも質問答えてくれないねっつって、うん、いや、でもそれこそ最まあある程度年いったらちょっと海外で、うん、あ、いわゆるアイスランドか、大好きな。さすがだね、アイスランド。何が、さすがね、アイスランド好きなんだから、アイスランドが、うん、そうそうそう、だからまあそういうのもね、アイスランドのさ、川辺、あ、海辺の。もう一回質問する。嫌になっちゃうよ俺が。川辺と海辺間違えてさ、別に川辺で進めてもよかったんだけど。いいよ、全然よかった。なんでよ、うん、だそういう海辺のさ、ちょっとした小さな小屋でさ、で羊たちと一緒にさ暮らして、うんうん、だそれをこう YouTube でなんかたまに配信したりみたいなの考えはするけど、でも絶対それがしたいってわけじゃない。別にそんなミニマムな生活したいんだったら、別に北海道で小屋建ててそれでいいじゃん、うん、別にそれで一緒だろ。いや、だって北海道も素敵だけど、やっぱ私のなんかあるのよ、あそこになんか私のスピリチュアルなものがさ、うん、なんか共鳴するのよ、うん、共鳴するの、ここだなっていうさ、うん、もう行ったら、え、もう行った、だって言う意味ないじゃん別に。イメージ65とかそれぐらいのイメージだった。もういいんじゃない、でも別に良くない、もう行った方がいい、共鳴してなら、え、どう思う。いや、行っていいと思います、うん、僕も。まあいい加減しろよ。え、まあいい加減しろよ。始まったさっきから。え、お、なんかある、なんかあるや。いや、だっていいじゃないですか別に、そんだけ好きだったら、だってアイスランドでもう住めばいいじゃないですか、うん、別に。いや、だから60とか65とか、うん、いやいや別に今、うん、日本でいる必要ない。いや、日本だって今これやることあんだから。早く怒れよ、早くカチンって言えよ。いや、そういう意味でさ、やっぱアクリル板って罪だね。なんか心のどっかで、なんかこれ以上いけない、うん、いけない、うん、心のアクリル板があったわ。そうか、うん、酒井ももうちょっと言ってやらないと。すいません、俺ですね、俺がカチンって言いたいんだから。反省会何時からだっけ。
しないしない、もうすぐ帰って。白木屋じゃない。すぐ帰ってよ。白木屋。もうすぐ帰ってくれ。二人で。二人でじゃないんだよ。こういうのはどうだい、うん、こういうの聞かないね、意外と深川くんには。あ、そうなの、うん。ラジオのペチャウサ。ありがとう。最近こう、ありがとうって言うなよ。ずっと言ってますよ。お前のところのリスナーでも何でもないから。ナック5スタイルだ。ナック5の5号体スタイル。ないんで、最近こいつで勃起したという女優や女性タレントいますか、うん、あのね、嫌いじゃないんだよ。あ、そうですよね、女、うん。あんま言わないだけで。うん。オナニー風俗行ってるから。オナニー風俗。うん。いいなんですか、うん。でもほとんどの人で半立ちはしてますよ。ええ。ポジティブの時も半立ちしてますよ。そんなことはね、そういう男じゃないよ、お前は。臆病者だから、チンポは縮み上がっちゃってる。こういう時ポなんだな、ううお前は。縮み上がる時はポをチョイスするんだよ。これも勉強になるからメモする。なるほど。いや、よく、チピン時裸でね、よくみんなで暴れ回ってたんだけど、はい、深川のチンコを出川さんがいじれいじれって言うからさ、みんなで石鹸でいじってたらさ、ちょっと半立ちになってた。いや、あのぬめりは卑怯だわ。あのぬめりは卑怯だわ。反応してましたよ。あれいいんだわ。半立ち状態までは見たことない。ああ、うん、マックスは見てました。なんてことないチンポだよ。ああ、本当に。まあまあ、まあ、ビギナー向けではありますよ。ないの、そういうのは。ちょっと、うん、ああ、この人なんかまあお芝居してる時いいな、ま、素敵だなとか。いや、素敵だなはあるけど、全くそれ以上のなんか感情はないよね。ないの。かなりドライだね。関心の持てなくなっちゃったね。ああ、そう、うん、全く、うん、へえ、全然ない。ただ夢のこたつっていうのがあって。夢のこたつ、うん、それはいいじゃない。なん、うん、あのうとうとしてる眠そうな目の女性っているじゃない。おうおうおう。例えばあの TBS、 元 TBS、 あの増田恵里奈さんとか、うん、堀北真希さん、あと多部未華子さん、はいはい、その3人と一緒にこう太田社長とか、太田社長とか、タイタンの、タイタンの太田社長、そうね。そうね、うん。ちょっと違うみたいな。まあ別のこたつになるかもしれないけど。そう、うん、夢のこたつ。そうだ、そのうとうとのなんか、眠そうな目の人はちょっと、うん、がいい、うん、タイプとして強いて言うなら、ね、強いて言うならね、うん、まあ、だからといって別にそんななんか、フルボッキとかしないですよ。別に、そのこたつで。うん、そうだ、ね。うんうん。全然、そういうのはいいな、ぐらい。まあね、ちょっとおっとりした感じの感じ、雰囲気がいいんだよね、やっぱり。うん、ちょっと眠すきついこと言われるのは嫌だもんね。かもしれない。かもしれない。うん。まあ、そういう人がお前に対してきついこと言わないかって言ったら大間違いだけどな。そういう人でも、お前にはきついこと言ってくる。そろそろ3回目だからね。さすがに執行猶予出ないじゃん。さすがに。ここまで罪を犯すと。実験しかないじゃん。そうですか。じゃあ、まあ、もうでも時間ないよ、本当に。ちょっと駆け足でも振り返ろうよ。人生を、いや、人生をっていうかさ、この芸能界の、ね、芸能だって気になるとこがないんだよ。スタートが良かっただけで、あとはひどい芸能生活じゃないか、お前は。いや、そんな中に、最初だけだろ。そんな中に白バンダル外してから本当に辛い人生だっただろ。慶応行って白バンダナまでが一番いいんだろう。あとはもう何にもないよ。だってこっちの振り返るにも。これ投げていいやつじゃない。これ、ね、固定されてんの。何よ、うん。いや、だからね、まあ本当こんな私ですけどもね。はいはいはい。まあこの本をね、うんうんうん、まあ新潮社さんに作ってもらいまして、もしもね、皆さんのなんかその日常で、うん、なんかこうふとした時、ちょっとブレイクします。さあ、ということで、やっとですね、もう5時間ぐらいやってたって感じしますけどね。ちょっと、そうですね。悪かったな、酒井も。なんか安田さんの代役で来てるのにさ、なんか、こんな、もう、カビがいて、カビ。いや、ありがとうございます。何、締めくくりこれ。もう終わりだよ。終わりです。え？終わり終わり。ちょっと待ってよ。そういや、あれだね、思い出した。何？風とマシュマロの国っていうあのアイスランド旅行記、あれ売れなかったな。今回は大丈夫か。残りわずかな時間でさ、まだ毒を盛るか。残りわずかな時間を活用して。新潮社の人も不安だろうね。今回は少しは売れてほしいな。いや、俺も応援するよ。だからもう惨めな話ばっかり嫌だもん、動機が。少しは景気いい話あった方がいいじゃない。本当そうだよ。頼むよ。いや、本当そう。
だから中身がね、はい、ちゃんとしてなかったらこの新潮社は出さないわけですから。本当、うん、そこは信じてください。大丈夫だろうね、うん、どんな人に読んでほしいのこれは、うん、普通の人は読まないだろう、だってどっかターゲット絞らないとないや、まあ、ターゲット読まないですよ、うんうん、ただやっぱりこのタイトルと目が合った人はどうか手に取ってほしい。そんなこと言ってたら伝わらないぞ、本当に。頭下げて買ってくださいって言えばいいんじゃん、お前。ちょっともう来週もう一回来させてくれ。何のプロモーションにもなってんだよ、これ。もう今日案の定、新潮社は人にも来てねえよ。プロモーション全部来てんのに。朝から晩までの取材全部来てるのに、今日一人も来てないよ。失礼だ。何か察知したのか。何を察知してくれてんだよ、本当に。何のプロモーション。ラジオネームバスケットカウント。はい。で、うん、結局ふかわさんはなんでめぐみさんに怒られたんでしょう。最初の誰が持ってるんだよ。ファックスがここにあるわけじゃないんだよ、このメールプリンターがさ、誰がここに運んでんだよ。それしか来てないわけじゃないよ、本当に。ラジオネーム、実績ゼロ。アイスランドを自分のホームのように語っていますが、ふかわさんはアイスランドの人たちから嫌われていますいやいやいや、そんなことはない。いやもちろんね、あれですけど、やっぱビョークが、うん、なんかやっぱり気にしてるらしいからね。気にしてるビョークさんが、日本になんかすごいやついるらしいって。いい加減なこと言うんじゃない。そのうちあの出会うだろうね、ビョークと。ビョークとな、出会ってな、頑張って曲作ってくれよ、うん、楽しみにしてるぞ、うん、一番怖いパターンだね。なんか優しい笑顔が最後の一番怖いよね。だからまあなかなかフェスなんかもできませんね、いろいろ大変です、うん、エッセイがまあこれ唯一深川君とつながれるね、まあまあ、まあでも密度は濃いですね、このね、はい、サイン会やります、東野さんと、東野さん見たい人はぜひ行ってください。終わんの？終わります、はい、じゃあまた2年後ぐらいか、2年後、じゃあ白木屋な、白木屋な、じゃあね、うん、また、うん、楽しかったよ、さよなら